ぽいいいね。いいっすか。いい。スリーと違うわ。皆さんこんにちは。マテンです。こんにちは。こんにちは。岩井さんとけいこさんです。少し数日前の動画で、けいこさんと来た初日に雨の中東京駅でお互いのカメラ撮ったってやったじゃないですか。で、コーヒー写真家なので、私の投票で写真撮らせるというご要望があったので、今私ちょっとコーヒー入れました。で、せっかく3人いるので、お互い自分のカメラじゃない機種を使って、コーヒーを撮ろうと。はい、で、まあ、恵子さんね、普段コーヒー取られて、うんうん、なんか皆さん想像つくと思うんですけど、うん、みんながそれぞれ、コーヒーを取ったら、はい、どんな写真になるのかっていう企画です。お断りします。嫌です。絶対ダメ。いや、自信がありません。ダメです。敵前逃亡は許しません。わかりました。なので、まあ、もう この範囲内で好きなようにレイアウトしてもらって、はい、で、1枚取ると、はい、感じで、はい、何使います？D、M10D、M10P、はい、M10 モノクローム、はい、で、僕はもうモノクローム選択肢はないんですよ、自分だから、はいはい、D の選択肢はない、うん、D の選択肢はない、はいはいはい、全員 50mm かな。そうですね、50mm ですね。ルックスです。 50mm のルックス、ルックス現行、セカンド、セカンド、セカンドなので、どれ使います？ええ、これダメですよ。あ、これは使えないということですね。使えないです。どっちか。じゃ、あの、恵子さんはどうします？私はM10 モノクロームでいこうかな。ということは僕は M10D ということ？いや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 、モノクロームでもいいですよ。私のモノクロコーヒー写真と勝負しますか？いや、あのM10D でじゃあお願いします。じゃあ僕 P で。どうしてこんな弱気なんですか？強制あれなんで弱気なんですか？じゃあ恵子さんが、はい、M10 モノクロームで撮りますと、はい、で、岩井さんが D で撮ります。D、はいはいはい。僕が岩井さんの M10P で、はい、撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。枚数制限なしってこと？枚数制限もなしです。はい、まあ、納得し、一対1枚を撮れたらそこで終わり。はい、でもまあ5分ぐらいで。はい、わかりました。行、はい、きましょう。誰から行きます？ちょっとその前に、M10D って電源ってどこなんですか？あ、ごめんです。ここです。あ、今。これがオフで。うん、これが手に入ってます。はい、わかりました。プラス補正マイナス、これ、ね、あ、補正ね、はいはい、了解。この子が被写体です。はい、はい、じゃあ、え、けいこさんなんか決まってるとか言ってたから、けいこさんから行く。はい、はい、本職ですからね。じゃあけいこさんお願いします。はい、ここはやっぱ本職見て学ばしてもらいましょう。そうですね。あー、もう完全に被ったっす、僕。どうしよう。早もがちなんです、これ。絶対使うと思ったんですよ、結構。さっき見てたもんね、私ね。コーヒーを取るんですけど、はい、他のセッティングは自由なんですよ。はい、わかりました、はい、真剣です。すごい。そしてそれを眺める岩井さん、いや、すごいなと思って、うん、もう恵子さんだって俺は無視してますもん、ずっと。全然何も喋らない、全然相手してくれないですもん。すごい静かだな。え、恵子さん何も喋らないんだけど。コーヒーの写真撮るときだけは真剣なんです。あ、そうか、本職でした。できました。オッケー。オッケーです。ありがとうございます。はい。まあ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 。はい。まあでも一番なんか想定の範囲内の構図じゃないかな。うん。うん、まあまあでもさすがですよね、うん。そうなりますよねっていう。うん、はい。はい。じゃあニア行く？はい、行きます。じゃあニア自由にコーヒーを貸してもらって。はい。コーヒーそのままで。はい。ちょっとあの。カメラ、うん、あの写真集をちょっとあの、はい、で、あの自分でしろよ。でね、で、はい、恵子さんそこ座ってください。ちょっと、え、あ、なるほどね。そう、あー、そうきたか。あの、僕今からやるのは設定オートで、開放 F 値でやります。で、はい、別に恵子さんをね、バッチリ映すわけではなく、はいはいはい、あくまで主役はコーヒーで、はい、ほんのり女性がこうね、映ってるみたいな、こう女性のシルエットがあるっていうのを撮りたかった。そんな感じでいきます。うん、そんな感じで、そう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 、いきます。いや、これ面白いな、なんかいいな。そして最後マジで嫌だな。僕大体この時最後なんですよ。聞いてますよ、2人。
ね。あ、そうか。確認できないんだ。確認できないです。確認できないです。いいな、いいな、いいな。そのリアクションいいな。露出合ってれば大丈夫ですから。ケムさん、ちょっと止まってください。揺れる、揺れる兄やん。もう手とか何でも言ってくださいね。そのままちゃんと言われた通りにしますから。うん、左手しまいましょう。はい。面白いなこれ。うん、で好きだなこの企画。これ携帯電話持ってください。携帯電話持って、はい、兄やん背中かっこいいっす。あ、恐縮です、はい、ジミル宣言黙ってます。見ましょうよメール。そうそう、それわかんないんですよね。すいません、もうちょっと前に行ってください。そうですね、なんか誰かを待っている感じをちょっと演じてもらえますか。誰かを待ってる感じ、待ってる感じ。今のいい、今のいい、そこ行こう。ニヤ言ってくださいね、ちゃんと。ちょっと顔こっちちょうだい。あ、かわいいかわいい、いいよ。ちょっと笑わないで。いや、おい、コーヒー取ってんすよね、ニヤ。だけど、うん、僕たちって、うん、取る側で取られることがあんまないでしょ。あー、なるほどなるほど。だから、うん、今テンション上げてくれてるわけですね。そう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 。で、最後はよし、これでいこう。そう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 、いい、はい、かわいい、あ、めっちゃかわいい。あ、今コーヒー映しなかった。はい、オッケー、オッケー、はい、あーす、いやー、いいですね。よし、いいんじゃない、面白い、だからこれ面白い。露出だけ間違えなければ多分いいと思う。あ、大丈夫ですよ絶対。これいや正直最初の恵子さんのやつはもう使えないので。使えません。どうしようかな。まあでもなんかここから移動してないじゃないですかコーヒー、うんうん、だから移動してないと取ります。あ、その方が違いが分かるかなと思って。お、いじっていいですか岩井さん。はい、新鮮。え、M10P 初めてですか。いや、初めてじゃないです。あ、そうですか。はい、恵子さんの立ち位置はどこ。あー、さすが、ライティング、ライティング。何何笑ってるの。あの、岩井さん、はい、シャッター切れねえっす。 SD カードがいっぱい出てきました。僕のこの緊張感返してもらっていいですか。ちょっとあのチェンジしようか、はい、あの SD カード僕の M10 もこのやつ入れます。はい、はい、いいですかそれで。失礼いたしました。はい、あ、そっか、 M10P ってすごい静かだなと思ったらそもそも取れてなかった。失礼しました、本当に。これライカのオフィシャルの機能ライカです。ああ、マグネットでレンズも変えられます。これ多分 35mm ぐらい。一応これも入れてあげようかな。影つけてあげて。ああ、そういうアイテムが大事なんだね。 OK です、終わり。それではじゃあ今からそれぞれの写真を皆さんに見てもらって今回の動画は終わりたいと思います。恵子さん、岩井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。